金井清昭は8年4月18日は、日本の政治家、実業家。品野国安住郡京村に生まれる。金井磯江の長男。明治6年に、安住村の副校長に任命される。同13年長野県会議員に当選し、常地委員となる。同15年副議長を務め、県内道路7路線を選定し、改作工事を、寄稿した。同16年下稲郡長となり、 翌年には、激化事件の飯田事件が起きたが、暴発を未然に防いだ。同19年、上稲郡長となり、仮設の軍役所と警察署を新築した。同25年の第2回衆議院議員総選挙に当選。同28年には、郷里の南安住郡長に就任した。明治33年には、実業界に進出し、稲に、上稲銀行、郷里に、 アずサ商業銀行を創立して、頭取りとなった。同40年、稲電機機動の創立に尽力して、取締役となり、稲田にの鉄道敷設に貢献した。昭和8年没、去年82、同11年には、上稲郡町村町会をはじめ多くの人々の発起により、稲市の上演寺境内に共造が建立された。ありがとうございます。